はいどうも、今回組んでみたレビューは青島の BRZ の STI でございます。またちょっとバージョン違いですけども、ちょっと箱つぶれでね、ちょっとボディ変形がひどかったので、これはまあ組んでね売りに出そうかなということで、組みましたので紹介させてもらおうかなと思います。よいしょよいしょ。今回はですね、よっこいしょ、こんな感じにしました。はい、またマゼンタゴールド塗りました。ただですね、今回はですね、そのマゼンタゴールド、前回こう、だいぶ薄く塗って、で、ムラがこうっていうのがあったりとかしたので、ちょっと濃いめにして吹いてみたらですね、だいぶイメージが変わってしまいました。でですね、まあ、キットにはね、デカールでボンネットをカーボン、ボンネットにして、ルーフをね、カーボンパターンにする。まあデカールもついてるんですが、それをあえて使わずにですね、作りました。で、フロントだけ車高を下げてですね、こちらアスカモデルのオレンジウィールズのこれですね、ストレッチタイヤ、キット標準でついてるのがですね、普通の青島の18インチの、G グリッドのやつなんですけども、キャンバー足にしたかったので、ローダウンキャンバー足にしたかったので、これ、すり鉢状になってるんですよね。まあ、これに関してはまたタイヤの方はね、タイヤの方でね、紹介させてもらう動画をちょっとアップしようかなと思ってるんですけども、これを使って、かつ引っ張りタイヤに、引っ張りタイヤみたいな感じになってるので、そういう風にして、さらに車高を下げてっていう風でね、まあ、STI バージョンというか、STI 仕様でこの車高はねっていうのはあるかもしれないですけども、まあちょっとね、その辺は。で、やってみました。でですね、こちらですね、組んでて、まあこの、まあ先ほどもちらっと言いました、ボディ変形が結構ひどかったんですけども、今まで青島の 86BRZ かなりの台数かなりの台数ってこともないかな。見せ始める前に作ってたロケ場に BRZ のノーマル、見せ始めてからロケ場にの黒、赤、赤、黒、赤、黒、あと、まあ何台も作りま、10台ぐらい多分作ったと思うんですけども、今回はですね、まあ、そのボディ変形のやつがあったので、ちょっと組み方を変えてみたんですよ。今まではボディに全部くっつけて、ボディとシャーシを合体するっていう風にしてたんですけど、どうしてもね、ここのね、こうガラスパーツがうまいことこう合わなかったりとか、こうボンネットの位置がね、こうずれちゃったりとか、ヘッドライトのレンズの位置がずれちゃったりとかして、って思ってたんですよ。で、今回は、ルーフっていうかこの、ボディだけの状態に、このガラスパーツ、前後つながってるやつですね、をつけて、ボディとシャーシを合体させて、それからカウルトップの部品を接着して、で、次に、ガラスパーツ、リア、これ金型、変更前のやつだったので、もうこう、思いっきりバイーンってこう、なっちゃってたんですけど、それもここにこう、流し込んで接着して、そこから、ヘッドライトインナー、テールライトインナーつけて、前後バンパーつけて、レンズつけてっていう風にやったら、あ、結構チリが特にこうチリ合わせとかこう慎重にやったわけではないんですけども、結構チリ合わせもそんな気にしてならない程度、チリもこういい感じになって組めてしまいました。で、まあそういうことがあったので、まあエンジン再現のやつだとか、ロケバニのやつだとね、どうしてもこう、ボディといろいろくっつけてからじゃないと合体できないので、うまいこといかないかもしれないんですけども、まあもしね、86BRZ で、まあ、あとエンジン再現がありだと、まあこれボンネットも閉めて固定しちゃってるんですけど、あとトランクも閉めて固定してますけども、こう、それぞれ開くようにしようとすると、ちょっと、その組み方はできないかなっていうところもあるんですけども、まあそれ以外のね、例えばこの BRZ の STI だとか、あとエンジン再現のないキットとかでね、こう前回こう、なんか、っていう感じになっちゃった方はね、ぜひってわけじゃないですけど、試しにちょっと違う感じのね、アプローチをしてみると、思ったようなというか、思ってたのと違うようなね、そういう発見があるかもしれません。自分はね、それをやってみてね、あ、
こんなに違うんだってことで思いましたんで、まあ説明書、本来の説明書の指示の通りに組むのももちろんいいんですけども、まあ、ちょっと違ったね、やり方をやってみると新たな発見があるかもしれません。というわけでですね、今回組んでみたレビューは、青島の BRZ STI コンセプト。今はね、コンセプトじゃなくなりましたね。けども、紹介させていただきました。組んだやつをね、紹介しました。ご視聴いただきありがとうございました。